皆さん分かるかな。どっちも分かっちゃったんですけど、ボケていいですかと。冒険少年月曜夜7時。目黒くんって普段はどういう人なんですか。目黒ですか。割と甘いものが好きです。向井とかはよくご飯とか食べに行きますけど、プライベートの方がカッコつけてますよね。一人で海を泳ぐことになります。